クピシュキスは、リトアニアの都市、クピシュキス地区自治体の中心都市である。レブオ川及びクパ川の沿岸に位置しており、都市名もクパ川に由来する。クピシュキスがいつ頃建設されたかは正確にはわかっていないが、考古学的検知からは、紀元前3000年から2000年前にはすでに人が居住していたことが判明している。また13世紀に建造された木造の取の跡が、 残っている。文献上、クピシュキスが初めて言及されるのは1529年のことである。人口の変遷は以下の通りとなっている。また、民族別の人口は以下の通りとなっている。第二次世界大戦前、クピシュキスには1500人近くのユダヤ人が居住していた。イディッシュ語でクピシュキスはクピショクという、ユダヤ人たちのために、 巨大なシナゴーグが建設され、ソ連時代は文化行事を催す施設として利用された。シナゴーグには赤いレンガで作られた部分があり、そこはミスナグディームたちが集まる場所であった。現在、シナゴーグは公共図書館となっていて、ミスナグディームたちが集まった赤いレンガの部屋はボイラー室になっている。スロバキアの都市、ケジュマロクと姉妹都市提携を結んでいる。 有名なリトアニアの建築家、ラウリナスグセビシウスは、クピシュキス近郊の村の出身である。ありがとうございます。